はい、皆さんこんにちは、アート先生ですよということでですね、今日はこちらの、ね、公園にやってまいりましたけれども、もう新緑の時期ですし、いろんなお花が咲いている時期でもありますから、今日はですね、こちらのね機材を使って撮っていきたいと思います。レンズの方がニッコール Z100mm から400mm、 カメラはニコン Z7II、 こちらのね組み合わせで撮っていきたいと思います。このお花を撮るとかっていう時も、今日はね 100mm から 400mm という、もう望遠から超望遠までのレンズがありますから、これを使って植物、まあ撮れればね、前回の 800mm の汚名返上で野鳥が撮れればなとも思ってはいますが、ちょっとねそこはできればの話でございますので、まあお花をねこの超望遠で撮るとどうなるのか、これをね今日は撮っていきたいと思います。そして今日のカメラマンはガンちゃんですよ。はい、ということでね、久しぶりのコンビで撮っていきたいと思います。さあということでですね、まずは後ろにバラのお花があるので、こちらをね撮っていきたいと思います。ということでね、こちらのバラ、ちょうどね昨日雨が降ってたんですよね、まあ、今日の朝まで降ってたのかな、なのでね雨上がりですから、この水滴もありますし、この望遠を使うことでね水滴の様子、質感なんかも出せることができるかなというふうに思います。でこんな風にこのバラ園でも近くまで寄れるところもありますが、この場所だとこう緑があって入れないので、ちょっとね望遠の恩恵を受けるかなと思いますので撮っていきたいと思います。設定をオートフォーカスエリアをピンポイントにします、はい、ピンポイントにするとオートフォーカスが合うエリアがすごい小さい近くになるので、花とか水滴とか小さい車体にピント合わせたい時にはすごい便利なのがこのね Z シリーズのいいところですよね。ちょっと露出を落としましょう。ちょっと暗めに、というのも水滴が白くなるので、まずは水滴メインで撮っていきます。水滴の露出に合わせていきましょう。あー、これぐらいだといいね。おー、すごいね。花が赤いんで、全体的に露出落としても、黒の中に赤が映えるし、水滴がまだね、こう白い輝きがあるんですよ。宝石みたいな感じで撮れてますから。すごいね。近づいて撮る魅力もあるけど、離れて望遠で撮るっていう魅力もやっぱあるね。背景がギュッと圧縮されてくるんで、その圧縮感をね、次は使って撮っていこうかなと思うんですけど、今赤があって、右側に黄色があるんですよ。なので、ちょっとこっちの角度から撮っていこうかな。結構距離ありますね。結構距離あるよね。でもこれでもこの望遠使うと多分圧縮でうまく入るかなと思います。ちょっと絞ろう。写真撮るとき、はい、赤って難しいイメージがあるんですけど、バラとかねポピーとかね、はいはいはい、なんかコツってあるんですか？色のなんか色をその飽和しちゃうっていうんですか？あ、すごくベターっとなっちゃう。そう出ちゃったりするじゃないですか。はいはい、飽和しちゃうのは、例えばお花撮るときとか風景撮るときとかに鮮やかなモードにしちゃったりとかしてると色がこうベタっとするんだね、うんうん、そうすると色が飽和しちゃうので、まずそのピクチャーモードとかピクチャースタイルみたいなやつは鮮やかとかビビッドとかそういうんじゃなくて、スタンダード系とかナチュラルとかそういうフラットな色味に出るものを選んであげるといいです。でそれからさっきね露出落としてるんだけど、暗くした方がこのバラのベタっとした感じ、まあ、大体赤とか黄色がベタっとしやすいね、これがしにくくなりますんで、明るくするとちょっとこうベタっとしちゃったりするんでね、露出はアンダー目にしてあげるといいのかなと思います。なるほど、はい、いろんなものに使えますね。いろんなものに使えます。はい、良い。そうなんですよ。ちょっとね今撮ってみたんですけど、黄色いバラ、まあ黄色いバラの輪郭まではね結構望遠にしてるので輪郭まではちょっと出ないですけど、黄色い色が背景の黒の中にポツンと入ることによって、ちゃんとね主役と副題の関係がうまくね関係性が成り立ったなっていうふうに思うので、これもまたねこの望遠のいいところですよね。結構広角とか標準系だとなかなかねこういうこの近い距離に主役の後ろにお花を入れるってなかなか難しいですけど、それが今簡単に入れることができたのですごいですね。あっちのアジサイ行こっか。アジサイ。ね、もうアジサイの時期だよね。ここね。あったあった。なんか向こうからさ、なんかさ、見慣れた人が来てる気がする。ちっちゃい。ちっちゃく登場。おはようございます。おはようございます。かんちゃん、おはようございます。おはようございます。顔が見えません。顔が見えません。おはようございます。おはようございます。
かんちゃんです。自己紹介お願いします。実は最近しれっと佐藤カメラ宇都宮本店に戻ってきたガンちゃんです。こんにちは。あ、そうなの。おかえり。じゃあ、 お客さんは会いに行きやすいガンちゃんになったわけですね。います、大体。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、ガンちゃんね、朝の6時から本店に集合してくれて6時も撮影にね、来てくれたってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。4時40分起きでした。あら、早起き。いやー、いつも寝る時間ですよねえ。それもそれであるな。で、申し訳ございませんでした。おはようございます。おはようございます。本当に皆様、2人方、本当に申し訳ございませんでした。ということで、なんかビデオカメラ持ってるの。こうやって。こうやって。いやー、本当にね、本当にごめんなさい。あ、全然、私は全然。私は全然。そんなことない。全然、全然なわけがない。私は全然。全然なわけがないよ、もう。別に私は全然、全然何も、全然何もなんで。そんなことないよ。ね、全然何もしようがない。全然の数がない。神様だね、いいね。あ、そうです、今日のためにですよ。今日のためにです。そうですよ、だからね、昨日切ってきたんですよ。切ってるから、プリンがすごかったから、ね、じゃあちょっとあと2ポイントだけ僕取っちゃったら、はい、もうあとは2人ので1時間ちょっとは時間割けますので。え、10時に帰る。いや、もう今回はもうあれなんで、もうちゃんとまっ、タスクしてちゃんと撮ろう、うん、はい、どうぞ。まあでも1時間ぐらいはね、ちゃんと1時間ちょっとは避けます、はい、避けます。え、じゃあ私普通になんか写真撮ってていい？うん、もうすぐ終わりますんで。はい、いいよ、まだ、ごゆっくり。はい。はい。あー、あー、見たことない。あれ、すごい、超人気だ。電車作ったんですけど。電車作ったんですけど。すごいね。え、すごいじゃん。何がですか、小室さん、すごい有名人、うん、有名さすが、パワー。さあ、ということでね、続いてはもうね、アジサイをね、撮っていきたいと思います。雨上がりですからね、しっとりとした雰囲気になってますけど、この奥にですね、一輪だけアジサイのお花というか、額というかね、色が綺麗ですから、ここをね、撮っていきたいと思います。で、ここ日陰なんで、ここもまたね、背景暗く落ちるかなと思いますし、ここを撮っていきながらなんですが、せっかく望遠なんで、ただ大きく撮るだけじゃなくて、もう少し右に回ってくると、こういう位置、この位置から撮っていくと、こう葉っぱの前ぼけが入るかなと。で、超望遠の前ぼけを使うと、かなりね、効果が出るかなと思いますので、それで撮っていきたいと思います。前ボケ入れるときは本当はね、普通明るめにするんですけど、明るくしすぎちゃうとね、ちょっと色飛ぶので、うん、今回はちょっと少し暗めにしていきます。で、絞りはなるべく開放側でね、撮っていきます。結構なかなか飛ぶんだね。おー、通常さ、なんかこう70、200とか明るいレンズを使ってなんかこう開放にしてね、撮るってイメージがあったんですけど、結構ね、このレンズの開放は 5.6 なんですけど、それでも 400mm で撮ると結構柔らかみが出ます。すごいね。へー、そう、400の力ってすごいと思う。だから70、200も万能だけど、こういう100、400もね、なんか野鳥とかそういうものだけじゃなくて、モータースポーツとかだけじゃなくて、植物撮っても全然ね、すごいありだなって思えるこの1本ですよね。じゃあちょっとまた移動していきましょう。はい、ということでですね、次はお花をさっきね、いろいろ撮ってきましたけど、ずっとね、今日雨上がりで水滴とかしっとりとした雰囲気もあるんですが、この上のところにですね、水滴がたくさんあって、ちょっとね、クモの巣があるんですよ。で、このクモの巣のところに水滴がたくさんついてるので、これを撮っていくと、丸ボケなんかがね、出てくると思うんですが、こういう遠いところにある水滴なんかも撮って、丸ボケなんかを一緒に入れて撮ってみるとどんな感じになるのか、やってみたいと思います。ということで、まずこのクモの巣のところを背景にしたいので、その手前にある水滴にピント合わせていきます。こんな感じで、なるべく近
したいところにピントを合わせて背景に入れると、これどうなの、これだと、おお、いいね。ってことはこの距離がこの位置だね、ちょっと合わせにくいんで、そういう時はモニター使おう。これ便利だね、チルト、すごい便利。ここでピンポイントで合わせて、おお、いいんじゃない？すごい。これさ、あの反逆光だから結構水滴の透過光がすごい綺麗に入りますね。でここもね、ちょっと露出はマイナス補正にしないとダメなので、あ、こっちの丸向きも綺麗だな。いい感じですか？いい感じだね。あの望遠でこういう撮り方考えてみなかったけど、なんか確かに単焦点のイメージ強いですね。望遠もさ、開放で使ったりするとさ、丸ボケがすごい綺麗に出るからさ、うわすごい、この無数の玉ボケがめちゃめちゃ出るね。皆さんもねちょっと見てほしいんですけど、こうやって右側のこの水滴の部分に光がこう透過してるので、こうやってね、白い水滴の中が白い光が入って、左側にねこう丸ぼけが入るっていう風に、左右ともにこう丸い球体を持ってくるんですけど、ね、右側は透過光、左側は光っていう風に、なんかね光源が分かって右側に光が透過したものがあるなんていうような作品にすると、すごくねこうちょっとこうすっきりとした、ね、爽やかな一枚になるんじゃないのかなという風に思います。さあということでですね、今日ご紹介しましたニッコール Z100mm から 400mm、 そして Z7II、 こちらの機材を使って撮っていきました。いやー、やっぱりねこの超望遠の世界ってものすごいっすね。やっぱりね普段自分の目では見えない世界というのがたくさん撮ることができるのがやっぱこの超望遠ですから、こういうレンズを使って身近な公園に出かけるだけでも、皆さんが自分が想像していなかった作品をたくさん撮ることができます。ですから今までねこの超望遠使ってないよ、望遠レンズ持ってないよって方もですね、 Z 使ってる方はぜひこのね望遠レンズを使って皆さんが新しい発見をたくさん生み出していってほしいなと思えるレンズです。今日こちらの機材気になっちゃったなって方はですね、概要欄の方に佐藤カメラのオンラインショップのリンク貼ってますので、ぜひそちらの方からご覧いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。この動画いいなと思いましたら、ぜひ皆さんグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。私は今栃木市に来ています。これからアジサイを撮る動画を撮っていくんですけれども、大戸先生とガンちゃんと3人で撮影をしていくんですけれども、2人はまだ来ていません。おはようございます。おはようございます、ガンちゃんです。6時頃ちょっとこちらに到着いたしましたところ、お車が見当たらなかったんです。で大戸先生のお車です。未だ現れぬって感じですか？そうですね、未だ現れない状態です。大津先生に電話しますね。はい、ということで連絡はつきません連絡がつきません。おはようございます。あ、この度は本当に申し訳ございません。本当にもう普通に寝坊です。いやー本当にごめんなさい。